パスタを2種類と鶏肉、豚肉、牛肉、あとアヒージョバカ食いしてビール流し込んで本当ですわ風呂に入れる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 やったぜ。緑さん、雰囲気まで作り込んだコスプレすごいですね。体型作りのために食生活などどのような工夫をされましたか？今回きつかったっすね。脂肪と筋肉を落とすとは言っても筋肉落ちすぎてもあれなんで、まあカルテラ職員ならこのラインだろうなっていう細マッチョの体型を目指してやったんで、油を抑えるのがきつかったっすね。現代人の食事ってほぼ油必須なんで、油を抑えると食えるものめちゃめちゃ減るんですよ。ただね、もうコスプレ頑張る時期終わったから、コミケから帰った瞬間、ウーバーイーツでパスタを2種類と、鶏肉、豚肉、牛肉、あとアヒージョ。とにかく油とか炭水化物の美味しいものを大量に注文して、それを全部一食で食い切りましたね。バカ食いしちゃいました。うん、バカ食いしちゃいました。バカ食いしてビール流し込んで混沌ですわダメですね。すげえ体に悪いことしました。うん、いやー、うまかった、美味しかった。やっぱ人間の食事ってやっぱああいうもんですよ。うん、あれこそ人間の食事ですよ。まあこっから先はね、また筋肉つけていく方向に走るかもしれないですけれども、しばらくはいいかな。しばらくはゆっくりとゆっくりと筋肉戻していきますわ。うん、この間ね、今筋トレしてるトレーナーさんに腕周り測ってもらったら、全長忘れちゃったけど、トレーナーでもなかなかこんな太い人いないって言われた。パーソナルトレーナーでもなかなかこんなに腕太い人いないですって言われました。うん、割と腕って太くするの難しいみたいですね。うん、体質が変わるみたいで。うん、特に俺みたいに腕が長いと、身長が高いと腕も長くなるんで、筋肉のストロークも長くなっちゃうんですよ。そうするとね、太く見えづらいんですよ。筋肉が長いと。まあ、ちょっと考えればわかりますけど、全体が太くなっても、ギュッと締まった時に、山が高くなりづらいですよ。うん。だから結構大変なんですよって話をされて。うん。だから本当のボディービルダーの人とかって、手で掴みきれないくらい太いよね。あれ50センチとか言ってんじゃねえの。うん、あれ50とかあるよね。ボディービルダーのすごい人の腕とかさ。あんな俺できる気しねえわ。最近ね、ちょっと悩みがあってね。T シャツの丈の話なんだよね。筋トレをするじゃない。体を鍛えて、体が肥大化するじゃない。胸とか肩とかさ、背中とか盛り上がるわけよ。するとね、T シャツの生地が引っ張られて、T シャツの丈が足りなくなるのよ。ちょっと背伸びするともう、ペロンってお腹めくれちゃうのよ。T シャツだけ。短くて。で、それは体にぴったりのサイズの T シャツを着るとそうなっちゃうんだよ。でね、困ったことに、ワンサイズ、じゃあ上を着ようってなると、今度はダボダボなのよ。丈だけじゃなくて、全体の生地が多くなるから。ダボダボになっちゃうのよ。で、俺はダボダボの T シャツ好かんのよ。ダボダボの T シャツは、パジャマとして着ることしかないから、あと家でリラックスするときの衣装。外に出るときはちゃんとサイズの合った服を着たいのね、俺は。うん。だからそれがね、非常にね、細かいところなんだけど悩ましくて、今までぴったりサイズだった T シャツが全部ダメになっとんのよ。全部ダメになってて、もう着たら、へそ出しルックになっちゃうんだよね。どんどん捨てるしかないから、今なんとか探してるのは、サイズが合っていてロング丈の T シャツ。一般的にはロング丈でも、俺が着ると丈がちょうど良くなるのよ。その上で生地を使う分ね。でね、ちょっとマッチョな人向けの T シャツっていうのを探そうと思っても難しいのよ。どう探すの？あれって。意味わかんなくない？マッチョ T シャツとか入力すんの？あれは。みんな教えてくんねえかな？この問題の解決法教えてほしいのよ、俺。一向に解決法が見つかんねえのよ。通販でしか T シャツ買わないから、通販で買うと失敗すんのよ。丈短い、サイズが小さいで。
で、マッチョ T シャツなんて検索かけても、出てくるの多分 T シャツ着たドウェイン・ジョンソンとかだろ。だからそんなね、あの、マッチョ T シャツで都合よく売ってるような T シャツあるわけないし、でも難しいんだよね、マジで。あの、ここのブランドがいいよとかない。ここのブランドの T シャツは、あの、上半身がパンプアップしてても、お腹が出ませんよっていうのないですか？なんか。教えてほしいです、本当に。意外と同じような悩み抱えてる人多いみたいですしね。トールシャツ、コンプレクションシャツ？流行りの短い丈と言い張る。いや、言い張れねえって。俺が流行りの短い丈のシャツ着てたらおかしいだろ。へそ出し魅惑のマフィアがしたら、だからへそは出したくねえんだってばよ。アメリカのアパレル、アメリカのアパレルはさ、あの、でかすぎんだって。あれ、丈だけじゃなくて、周りもでかいから、着るとマジであの、B ボーイみたいになるから、ダボダボの。ゴールドジムの T シャツ？リッキーズ。あ、リッキーズは持ってるよ。つなぎとかワークシャツだけど。ビッグシルエット、ブランドを一緒作る。中山きんに君さんに相談？友達じゃないからな。中山きんに君さん友達だったら相談してるだろうけど、友達じゃないからな。マッチョな人のブランド、まずそれがわかんねえんだわ。そうそうそう。だからね、今コメントで筋トレあるあるで、だからタンクトップに行き着くっていう話があるんだけれども、マッチョがタンクトップ着てる理由って多分それなのよね。丈が合わんし、可動域が狭まるからタンクトップ着るのよ。でも、俺タンクトップそんな好きじゃないのよ。バイク乗るときとかに、ノースリーブは着るけれども、タンクトップはあんま着ないんだよね。アンダーアーマー一択？アンダーアーマーって、ちょっと体に張り付くコンプレッションシャツね、あれ。あれ、日常的には着ないよ、俺。で、まあ、そのね、いわゆる軍物とかね、ミリタリーの海兵さんとかが着てる T シャツとかもね、ちょっと買ってみたんだけども、今度はデカすぎるって。海兵隊のシャツデカすぎた。マリーンのあのシャツは、とんだゴリマッチョ向けだから、さすがに俺が着てもデカいよ。うん。デカすぎ。難しいね。トールサイズね。トールサイズか。その概念知らなかったわ。ちょっとトールサイズで俺検索かけてみるわ、これから。ありがとうね。トールサイズっていう概念は知らなかった。なぜかっていうと、服を買うお店に人生においてほぼほぼ入った経験がないから、教わる機会もないんだよね。こちら何々サイズとなっておりますとか、お客様にはこちらがお似合いかと思いますとか、そんな経験ほぼないからね。何笑ってるでしょ。わかるこれ。しょうもわかる。うん。ジョンも同じか。そうだよな。うん。差別です。日本のデパート。だよね、だよね。日本のデパートが入っても切れない。差別、差別、差別。差別って言うのか、それ。まあね、飛び込みで入ったお店で、その、合う服が買えた試しがない。まず。こちらが一番上のサイズとなっております。で、来たらもう、ツンツルテンなわけよ。丈、もう袖丈こんくらいなわけよ。こちらが一番上のサイズでございますって、マジかよって。一番上のサイズでございますって持ってこられても、お前これ、俺が着れると思ったのって。みんなわかんだろって。うん。だから服屋行かなくなっちゃったのよ。もうそういうのが辛くて服屋行かなくなっちゃった。LYFT とか良さそうだと思います。これなんていうの？リフト。プロクラブっていうブランド。みんなよく知ってんな。プロクラブ、リフト、プロクラブ、リフト、ドールサイズ。ちょっと覚えとく、その辺。マッチョ専用のアパレル。マッチョ専用のアパレルってそれ、あれじゃないか。ボディービルダーとかのマッチョに向けたやつじゃないのか。俺、ボディービルダーじゃないからね。ビルダー向けの服はさすがに俺着れんよ。そこまでのゴリゴリマッチョじゃないから。いやー、マッチョが最終的にタンクトップに行き着く、あれは呪いだね。うん。修練進化っていうやつかな、あれは。アカデミックな話をすると。マッチョは修練進化によって最終的にタンクトップに行き着くという学説を提唱しようかな。これ学会行けるんじゃねえか、この学説。この間移動中配信で T シャツに困っちょるっていう話をしたんですよね。で、それで困っちょるっていう話をしたら、まあ、マッチョ向けの T シャツのブランドは結構あるぞっていうアドバイスをいただいて、例えば中山きんに君さんとかもマッチョに向けた T シャツを開発してますよっていう話を聞いてね、おお、それはぜひチェックしてみようと思って、中山きんに君さんのね、ブランドをまずチェックしたんです。ザ・パワーかな？実にらしいブランド名ですけども、そのザ・パワーっていうブランドで、
確かにサイズ感の特殊な T シャツを売ってたんですよ。何かっていうと、あの胸板とかそういったところのサイズに合わせた T シャツを売ってたんですよ。 SMXL じゃないんですよ。胸板とかのサイズ、肩幅とかのサイズから計算してぴったりな服を作ってるっぽいんですよ。それってね、あのめちゃめちゃコストのかかるやり方なんですよなぜなら SML、XL とかの規格が使えなくて、完全にそのマッチョに向けた T シャツだからターゲットが狭いんですよね。うん、そのサイズ感の合わせ方って、胸板とかに合わせたシャツとかって普通買わないからさ。うん、T シャツのサイズ感がものすごい特殊なサイズ感で、1枚いくらなんて思って調べてみたら、1枚で、8000円近かった。7000円ちょい。うん。7000円から8000円、T シャツ1枚で。いや、する結構する。うん。結構するんですけれども、確かにそのくらいのコストがかかる T シャツであることもわかる。ので、買ってみました、1枚。とりあえず。なかなかね、興味深かったんで買ってみたんですよ。高いけれども、これ本当にぴったりなんかなと思って。で、高いけれど、そんだけコストかかってる T シャツだから、多分、まあ、いいものだと思うんだよね。長く使えると思うし、もし本当にいいものだったらね、皆さんにもお勧めしたいと思いますんで。あんみつもたもちさん。はじさん、お風呂好きだと伺っておりますが、おすすめの入浴剤やこだわりの入浴方法ございますか？行政が落ち着いたら思いっきり温泉とかに行きたいですね。おー、俺に風呂の話を振る。俺ほどの風呂好きはなかなかいないと思うぜ。なんせ一度入ると、下手すりゃ2、3時間は出てこないからな。MCU 映画一本見てんのかってくらい風呂場から出てこないから。まあ考えてみると、風呂に入ってる時間もインプットの時間ですね。うん。なぜなら風呂入ってる間やることって、ずーっと漫画を読むか、ずっとゲームをやるかなんで。うん。だからその風呂に入ってる缶って俺にとってすごい大事なインプットの場なんですよ。めちゃめちゃ漫画読んでめちゃめちゃゲームしてますね、風呂入ってる間。そう考えると毎日2、3時間はインプットの時間を作れてるのかな。いやでも、2、3時間は入れてる日だな。うん。大体1、2時間かな。うん。1、2時間くらい。3時間も入れたら上等だよ。1、2時間くらいだね、大体。あ、ちなみにゲームはさすがにプレステ4とか5とか持ち込んでるわけじゃないですよ。スマホを防水ケースに入れてやってます。で、入浴剤は特にこだわりないんですけれども、何でも好きですね。薬局とか行って入浴剤の大量の詰め合わせあるじゃないですか。ああいうのをドカッと買って風呂場にドカッと置いといて、毎日それを1個ずつ入れていきますね。うん。だからあっという間になくなっていきますけどね、入浴剤。お風呂はいい。この後もね、見事に伊吹童子を貫突したら、ゆっくりお風呂に入ろうと思ってます。おーい！あーあーあー風呂に入れる！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 やったぜ！やったやった！チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。